西口駅舎や大田駅は、新潟県新潟市秋迫や大田にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。仮駅舎あたり駅は、仙台の駅舎が、築90年以上となり、老朽化して手狭になっていたことに加え、駅前広場が、整備されていなかったこと、また駅西側の船戸地区で、宅地開発が進捗していた背景から、小須戸町時代から、 駅周辺整備が計画されていた。市町村合併後、新潟市と JR 東日本新潟市社は2006年度から2010年度までの5カ年計画による矢台大駅周辺地区都市再生整備計画を策定し、この一環で、京城駅舎への改築事業が実施された。この改築工事は2006年12月に着工した。改築にあたり、 プレハブ作りの仮駅舎を設置した上で、旧駅舎を撤去。さらに、駅舎周辺が境外であることから一部の住宅を移転するなどして、駅前広場の建設用地を確保した。また駅西側には、京上駅舎の地上部や駅前広場を設けるための用地が、開発段階から確保されており、東西造法から建設工事が進められ、2008年6月14日より、 橋上駅舎及び自由通路の仮供用を開始した。駅舎は2008年9月に竣工したが、駅前広場と周辺の指道などの整備が引き続き進められ、2010年夏に全面竣工した。駅舎の設計は JR 東日本建築設計事務所が、施行は第一建設工業がった。延べ面積は1266.4平方メートル。なお、 整備事業は、豊坂駅や亀田駅と同様に、新潟市の合併建設計画に盛り込まれている。建て替え前相対式一面一線と島式一面二線を持つ地上駅で番号の振り分けは、現在の東口側から一番線、2.3番線となっており、二番線は、大比や新潟方面への折り返し列車発着に使用されていた。その後、 合理化のため2000年頃以降は2番線は使用中止となり、当駅での退避、折り返しの設定は消滅旧2番線は線路と河川を一部撤去した上で、保線車両等の留置用となったが、ホームの振り分けは2番線を欠板としただけで従来、通り1番線、3番線としていた。2008年6月の現役車竣工に合わせて3番線を2番線とし、 現在の振り分けとなった。単式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。JR 新潟ビジネスが住宅する、業務委託駅で、新津駅が管理する。2階コンコースには、友人改札口と緑の窓口、簡易追加改札機、化粧室などが設置されている。コンコースに面して設けられた、東西自由通路は、新潟市と秋葉区建設課が管理しており、 駅舎は自由通路に面する2階に設けられている。東口、西口双方の駅前広場はいずれも自転車歩行者道部にシェルターが仮設されている。双方ともロータリー内には深夜帯を除きタクシーが常駐している。ロータリーに接して駐輪場が設置されている。東口駅前広場には周辺散策用のガイドマップが設置されている。 駅前広場は2006年度から新潟市と JR 東日本新潟市社が5カ年にわたり実施したや大田駅周辺地区都市再生整備計画によって整備されたもので西口側は2008年夏東口側は2010年夏にそれぞれ全面竣工した JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は925人である 駅近くに新潟県立新津南高等学校が所在する。同校へ通学する生徒に加え、市内中心部や新津中心部、鴨モ方面などへ通学する生徒も多いことから、朝夕は高校生の通学利用が比較的多い駅である。また、秋葉区では当駅をコスド地区の交通拠点として整備する意向を示しており、 東口駅前広場の北側にパークアンドライド用の駐車場を設置しているほか、通勤通学者向けのシャトレバスを運行する社会実験を断続的に実施するなどといった施策を行っていることもあり、近年は通勤での利用者も増加傾向にある。なお、2000年度以降の推移は以下の通りである。駅は秋バクコスドに2つある市街地のうち、 東側の矢大田地域に位置している。もう一つの市街地であり、古くから在京町として発展したコスドは西に3トルほど離れている。東口側は古くからの矢大田地域の中心であり、南北方向に国道403号の旧道が走る。数軒の商店があるほか、北側に新潟県立新津南高等学校がある。西口側の船とは、 新興住宅地となっており、その先に国道403号新津南バイパスが南北方向に走る。また、線路沿いではサイクリングロードの整備が行われている。東口ロータリー内に矢大田駅前バス停が設置されており、新潟交通観光バスの路線バス、矢大田線と秋葉区が運行するコミュニティバス、秋葉区区バスが乗り入れている。いずれも路線図など詳細は、 区が発行する秋葉区公共交通ガイドから確認できる。従来は駅東側を南北に走る県道320号沿いにバス停が設けられていたが、東口駅前広場の工事進捗に伴って2010年2月1日からバス停をロータリー内へ移設し乗り換えの利便性を高めている。このうちや大田線には、いや大田西口バス停があるが、 国道403号の矢台多古線橋に沈めに設置されており、駅西口の駅前広場とは異なる位置にある。このほか、東口は、田上町の予約型乗り合いタクシー、コマンド号の乗降場所となっている。ありがとうございます。